それじゃあ一気に型をつけるぜ。秒読み開始じゃ。いいわ、行くわよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。成功だな。わしもまだまだ若いもんには負けとらんぞ。急ぎましょう。メインコンピューターは10分もあればサブシステムのダウンを感知してしまうわ。あ、行こうぜ。私がコンピューターから情報を引き出す。お前たちは見張っておれ。分かったわ、急いで。速攻で頼むぜ。よっしゃ、出るぞ。ユーザーレベル C、 情報展開。当レベルで許可されるシャングリラ計画の概要を表示します。来た、シャングリラ計画。地球上84箇所のクーリングポイントによって大気冷却機能を維持しています。大気冷却機稼働のための共有エネルギー残量は約32万エナール。現在の消費率から予測される地球上での推定生活可能期間は残り10年。なんと残り10年。バカな、あと10年で世界は終わる。エネルギー枯渇による大気冷却機能停止後の人類の生存可能性 1% 未満。当計画は現問題への対処を目的としています。シャングリラ計画の目的、それは人類史保存のための惑星探査移民船の建造にあります。移民船？移民船シャングリラの搭乗可能人員2万、最大可乗人員5000、コールドスリープ装置搭載数2万、航行燃料は30万エナールを使用。移民船の航行のため共有エネルギーを使用した場合、残りエネルギーでの大気冷却機能維持限界1年未満。以上が現ユーザーレベルにおいての許容情報です。詳細情報の展開には新たなパスワードを必要とします。そう。
こうじゃったのか。これが隠された真実。まさか大気冷却機のエネルギーがそこをついているなんて。このままじゃ人類が絶滅。宇宙移民船とは大それたことを考えるもんじゃ。政府の連中、自分たちだけ生き延びようってのか。しかし妙じゃな。確かに宇宙船建造のためならベルターやワシのような技術者は必要であっただろうが、なぜラズのような遺伝子学の専門家を必要としたんじゃろうか。ジジイ、謎解きは後にして、そろそろ出ないとやばいぜ。行きましょう。あ、そうじゃ。アカーノ、どうしたの？なんじゃ？これか。大きな塔の大きな箱。ニーナ、そこにいるのか。バカモン、戻るんじゃ、アカーノ。何をする気？何事だ？メインコンピューター室に侵入者です。出してみろ。またあの男か。どちらにしても計画を知られた以上、ここから生かして返してはならん。今度どういう事情か知らないけど、今ここを出ることを考えて。ニーナ、早く逃げるんじゃ。行くわよ、アカーノ。ああ、見たことあるぜ。例のベルターってじいさんを襲ったのはこいつだ。あの時の。いいだろう。お前らはどうせここで死ぬ。私が誰か教えてやろう。私の名はコンド。ハヤノインダストリー情報部隊ヒスを取り仕切る人間といえば分かっていただけるかな。一つよろしく頼む。ハヤノインダストリー？なぜそんな奴が？やっぱり早のインダストリーが一枚噛んでるよね。気をつけろ。こいつは普通じゃない。化け物だ。そうね。ここは俺に任せてくれ。
これまでだ。貴様がニーナの兄？なるほど、それでか。ニーナはどこにいる？私は。黙れニーナ。ニーナは死んだ。バカな、嘘だ。聞こえる、ニーナの声が聞こえる。我々の実験に耐えられなかったのだ。実験？何のことだ？ニーナは特別な血の持ち主だった。実験はその血の隠された力を引き出すためのものだ。だがニーナの体は耐えられなかった。力が大きすぎたのだ。嘘をつくな。ニーナは死んでなどいない。おかしいとは思わんか。生きているならお前とそう年の差のないニーナはすでに大人のはずだ。しかしお前が今話したニーナはどうだ？お前の前からいなくなった時のままだ。違う。死んだニーナの記憶はコンピュータのメモリに転送した。お前と話したニーナは記憶データが作り出した人格に過ぎんのだ。やめろ！これは、そうか、貴様も、うわっ、うわっ、これが先駆者の力なのだな。確かに素晴らしい。ご覧になられましたか旦那様。
私をしのぐ奴の力を。奴もニーナと同じ先駆者の血を持っているようです。貴重なもう一人の先駆者です。アカーノ、これは一体どういうことじゃ。逃がしてやれ。今度奴にこれ以上力を使わせてはならん。ニーナの二の舞になってしまうぞ。しかし命令。わかりました。ニーナよ、帰り道を教えてやれ。行け。アカーノ、逃げるんじゃ。ついて。どういうことなの。わからん。しかし奴らにとってアカーノは何か特別な存在のようじゃな。俺が特別な存在。それにしても地球の寿命があと10年なんて。いや、奴らが移民船を飛ばしてしまえばそれまでじゃ。この地上に残された者に生活するエネルギーは残ってはおらん。一体どうすればいいの。わからん。ニーナ、私はアカーノの悲しい目を見つめながら、彼の中に眠るもう一人の彼が目覚め始めていることを感じていました。私たちがたどり着いた衝撃の真実、そんなことは今の彼にとってどうでもいいことだったのかもしれません。アカーノ・ブラーニか。確かに奴がニーナの兄だとすれば、先駆者だとしてもおかしくはない。私にもやっと運が回ってきたが、協力してもらうぞアカーノ。この計画には君の力が必要だ。